ジグゾーパズルなんですよ。あ、ジグゾーパズルなんだ。これ多分全部南京の名物。おお、これ欲しいな。なんか、ああ、なるほど。すいません。めっちゃしっかり味がついてる。うん、自己做的还是买的？对。今天我的上海的朋友来南京玩，所以我带他们逛南京。皆さんこんにちは、どさんこのゆずです。3月に麦さんがお友達を連れて南京に遊びに来たので、とっておきのツアーを企画しました。一緒に南京の魅力を堪能しましょう。こちらは南京で有名な本屋さん、先鋒書店。1996年に創立され、2015年にはナショナルジオグラフィックが選ぶ世界で最も美しい書店の一つに選ばれています。南京がモチーフになっているおしゃれなお土産を買うこともできます。おー、これ欲しいな。何ですか？南京民国建築。そんなのあるんだ。ジグゾーパズルなんですよ。あ、ジグゾーパズルなんだ。これ多分全部南京の名物。ね、これがこの後行く人民寺、お寺、気になる夫子廟、門、総督府、中山林。道端で日本人には馴染みのないものを発見しました。介绍一下吗？冥币啊，冥币，民间的人民币，那边的人可以用的。对，美元也可以用。天国でアメリカ旅行行けばいいみたいな、そういう感じ。レートがいい時に帰る。リアル。味のないパン。上海有。上海有。あ、たまに。上海有。どうぞ。じゃあこれで。どうぞ。赤ちゃんみたい。めっちゃある。確かに。何人でも。はい、エクソリバだよ。エクソキャリビア。あー。食べ物で遊んじゃいけませんね。あとで美味しくいただきましたね。成果なんだ、後の成果。どうですか？味のない感じ。味のない感じ。本当にそう。なんか塩とか売ってない。確かに塩かけてくれたら美味しい。味変は。ちょっとアイスにさしたい。うん。あ、うまそう。南京でよく見る普通の街並み。しかし、ここには行列が途切れることのない伝説のお店が。そこで売られているのは、中国の焼き餃子、ゴーティエ。牛肉とネギだけのシンプルな餡で作られたニューローゴーティエ。最後の揚げ焼きが外はパリパリ、中はジューシーな最高のバランスを生み出します。
南京の地元の人々だけでなく、中国全土から来る観光客にも愛される絶品グルメなのです。チンコウの構図、ラー油と一緒にいただくのが味噌。ワンタンめっちゃ頼んじゃった。あれ麺じゃなくてよかったです。いただきます。一応南京名物です。そうなんだ。なんか二重になってるのがいい豪邸らしくて、下のとこ、ここが外側がパリ、下のこの外が本当は噛めば分かるらしいんですけど、二重あーっく、これ肉汁が手がしば、なんかあーなるほど。ここ外がパリパリ、中がもっちりっていうのがいい。そんなファンタジー嫌いですね。これが上を見上げると、新疆的吗？啊，是新疆的。我们是日本的。日本的。哦，日本的。这个是新疆舞吗？新疆舞。啊，新疆舞。我是教看的老师。你是老师吗？对。中文说得很好啊！谢谢，怎么来的这个？从这儿，贴着下巴颏，贴着脸蛋过来的。从这儿翻腕上来，哦，下来，左边也一样。その時、変なおじさんが登場。村長が、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 村長多分城壁と桜のコンビネーションが見れるんで、そう、ちょうどいい季節に皆さんいらっしゃったんで。南京でしか見られない絶景の桜。明の時代1393年に建てられ、600年以上の歴史を誇る城壁は 25km にわたって完全な状態で残されており、現存する世界最古の城壁と言われています。毎年春になると玄武湖の4000本の桜が一斉に咲き、私たちをいつかの南京へとタイムスリップさせてくれます。先生見た、先生見た。はい、リング的な、ここにいる理由を考えて。違う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 。一番面白かったのはどこ？やっぱり新疆の文化に触れられたことがすごい楽しかったです。クワンチャウンが、確かにクワンチャウンがすごかったですね。すごかった、私はちょっと感動した。すごいいい時間でした、本当に来てよかったです。僕はやっぱ桜ですかね。なんか日本、やっぱ桜ってなんか日本のイメージだったけど、なんかこんなに中国にあるんだっていう驚きがありました。まあでも湖あるのはいいですよね。なんか町の中にあるのはいいし、そこにみんな集まってごはんちゃん。ごはんちゃん。おやら。我给大家准备礼物。おお。さすが。わ。谢谢。谢谢。谢谢。老弟子。老弟子。わあ、嬉しい。
柚子是一个吃货地图啊，谢谢，やった。美食食べ物。南京实惠，可以吗？我给打开。1,2,3 もう当たるものがもうチャオビーに今汚染されていますね。これですね、これ。あ、そうです。あの私は結構蔡秀君が好きで、周りの友達にすごい推してます。で、大学生の友達とか社会人、はい、今の友達、若い友達だと、うん、正直やっぱり興味がないっていうのが現実。やっぱりそれだけあの中国のことを嫌っている、もしくはあまりいいと捉えていない人が多いからこそ、そういうコンテンツを作ろうっていうふうに思われているんじゃないかなと、あの個人的には感じています。何中国有自己的网站啦，在浏览器中输入 www.何之梦.cn， 打开微信扫码登录，即可观看更多精彩内容。也欢迎大家关注微信公众号何之梦 VIP， 获取属于你的 VIP 服务。